撮れてる？撮れてる？撮れてた、よかった。はい、皆さんこんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。ちょっと挨拶変だった。今ちょっと挨拶変だった。まだ酔っ払ってるんやろか。ちょっと今日はですね、開封する前に小話っていうか、ちょっと長くなったらどうしよう、させていただきたいんですけれども、昨日ですよ、それこそ昨日、本当に昨日リアルタイムでこれ撮って今日中にあげたいから、本当に昨日の話ですよ。鬼滅の刃のファンのお客様が私どものお宿にお泊まりしていただけるということで、でこの方たちね、2回目なんですよ。そう、この方たちという表現しましたけれども、カップルでいつも来てくださってるんですよ。女性の方ゆうさん、男性の方もゆうさんって言うんですけれども、でゆうさんとゆうさんなんですけれども、この方たちね、高知県の方なんですよ。そう、高知県の方で、もう高知県って言ったらもうお酒ですよね。私はお酒が飲むのが大好きなので、高知のお酒も好きですし、高知のお食事も好きですし、町の雰囲気もいいんですよ。飲めるところたくさんあって、安いし美味しいし、飲み好きな私からしたらテーマパークのような町でして、まあそのお二人もすごい飲むのがお好きだということで、以前来てくださった時に、そうだ、今度はカツオのシーズンに行きますので、みんなでカツオ食べませんかって言われてたんですよ。それが昨日、そう、昨日の夜、カツオを食べる会が行われたわけなんですけれども、まあ、お宿にいらっしゃる前に、まあ、細かに連絡取るじゃないですか。今どの辺まで来てますとか、今から出発しますとか、そしたら私も、あ、何時ぐらいにお越しになるのかな、お部屋電気つけて準備しとかないとなっていうような心づもりができるので、あ、細かに連絡してくださっている、ありがたいなと思ってたんですよ。そしたら2時ぐらいだったかな、ちょっと寄り道していますっていうことで、煉獄さんのお写真がポーンと送ってくださって、その煉獄さんが二次元の森の煉獄さんだったんですよ。うわ、ええー、な、二次元の森行ってらっしゃるんやって、でそっからこううちに来てくださるんやねって、もう高知からだったらちょっと遠回りになるかもしれないけれども、最高の旅行コースやなとか思いながら、で煉獄さんのお写真も送ってくださってね、楽しい気分になっちゃって、わ、嬉しいな、ありがとうございますみたいな話してたんですけれども、チャムさん、なんか二次元の森で必要なものありますか、買っていきますよって言ってくださったんですよ。あ、そういえば二次元の森って13日から新グッズ切り替えになってるなと思ったんですよ。で私も急に買ってきてくださるっていう話がポンと飛び込んできたので、全然グッズのことを下調べできていなくて、何が欲しいとか予算どれぐらいにしようとかもう考えれてなかったので、あー、でもせっかくお声掛けしていただいたんですけれども、お声掛けしてくださってありがとうございます、でも私自分で頭整理して買いに行きますって言ってたんですよ。でまあゆうさん来てくださって、で私たちもお仕事があったので、でお仕事とあとお祭りの準備があったので、結構遅くなったんですけれども、カツオを食べる会がスタートしまして、そう、うちの従業員もね、もうごちそうになって、本当にたくさんカツオを買ってきてくださって、みんなでワイ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 お食事してたんですけれども、その時にチャミさん、実はプレゼントがあるんですよと、なんとこちら、はい、二次元の森で新発売になりました、ゆらゆらアクリルスタンドの A を10個も買ってきてくださいました。ありがとうございます。よかったら番組で開封してくださいって言ってくださったので、お言葉に甘えて今から開封させていただこうと思います。ありがとうございます。ゆうさんは牛さん推しの方で、牛さんが出たらすぐにお送りするというお約束をさせていただいております。なので牛さん目指して頑張っていきたいと思います。男性の方の方のゆうさんがチョイスしてくださったみたいで、本当に無心で何も考えずに撮りましたとおっしゃってました。ちなみにバラバラのところから撮ったということです。では新しく発売になりました二次元の森の第3弾グッズ、ゆらゆらアクリルスタンド A を開けていきたいと思います。
というわけで、ちょっと前振りが長くなりましたけれども、そうなんです、10個も買ってきてくださったんですよ。本当にありがとうございます。はあ、ここまで開けちゃいましたけれども、今回の、A 群のキャラクターはこちらのキャラクターとなっております。はい、というわけで、煉獄さんもいらっしゃいますし、そう、牛さんもいらっしゃるんですよ。なるべくたくさんのキャラクターに出会っていきたいなと思っております。どうだろう、こうかな。あ、こんなわかんないな。よし、行きましょうか。せーの、あー、ドン。あ、後ろだった。ドン。落としてしまいましたが、台座こんな感じですね。おー、かわいい。こんな感じで飾れるということですね。あら、これゆらゆらしてるのたまりませんね。まずは善一くんが出てくれました。では今ちょっと落下したこちら行きましょうか。ドキドキ緊張してきました。9種類なのかな、あのシークレットを含めて9種類ですから、コンプリートは難しいかもしれないんですけども、まずは私は望みを捨てておりませんよ。そしてちょっと見とかないといけませんね。どっちだ、こうかな。行きましょう、せーの、ドン。あ、反対だった。誰、ドン。あ、天神様出てくれました。めちゃくちゃいい感じじゃないですか。すごい。ではこちら行ってみましょうか。すごいいい感じで出てますね。すごい、これコンプリート狙えるんじゃないですか。それでは行きましょう、せーの、ドン。あ、これシークレット。あ、すごい。出た、シークレット出ました。めちゃくちゃ可愛い。これ可愛すぎません？すごい。これはすごいですね。よっ。うわー、デザイン激かわ。いけるんじゃないんですか、これ。いけるんじゃないですか。では、いや、これいこうかな。これいきましょうか。どっちだ。喋りながらやってたら本当にちゃんと注意できてなかった。こうかな、こうかな。では行きましょう、せーの、ドン。あー、天神様重なってしまった。ではあと6個、行きましょう、ここ行きましょうか。さて、こうか、さて、こうかな、行きましょう、せーの、ドン。あー、大事なって出てくれました。やったー、やりました。大沢こんな感じですね。かわいい。この緑めっちゃ綺麗な緑ですね。わー、やりました。なんか今回のって乙女チックになってますよね。かわいい冠みたいなのが上についていて、すっごいかわいいです。ではいい感じで来てますね。感じきてますね。牛さん出したい。牛さんどうにか来ていただきたいです。こうかな。それではいきます、せーの、ドン。あー、伊之助くんだ。伊之助くん来てくれました。すごいいい感じで来てくれてる。すごい、だんだんこう迫ってきてますね。近づいてきてるような気がします。じゃあこっち、ここ行きましょうか。ドキドキしてきた。どうかどうにか牛さん出てほしい。いきます、せーの、ドン。あー、来たー、来たー。牛さん出ました。あ、今から送ります、すぐに。やったー。
はこんな感じです。やったこういう牛さん綺麗ですね。この青と黄色がすっごく映えています。めちゃくちゃ乙女チック、かわいい、すごい王子様感が出てますよね。出ましたね。ではよ、こうなったらコンプリートを目指したくなってきました。本当にいい感じで出てますね、すごい。よし、じゃあ行きましょう。せーのードン。やりました。すごい牛、さすがちょっと牛さんパワーが出てますよね。ではあと2つ。うわー、2つか。あと女子キャラのめずこちゃんとしのぶさんと、そして煉獄さん、そうですよね、1、2、そうですね、あってますね。出てません。なんとかたくさんのキャラクターに出会いたい。 こっちかな こっちかな行きましょう。せーのードン。あー、天元様、重なってしまいました。よいしょ。はい、ではラスト1つとなってしまいました。行きましょうか。女子キャラが一人も出ていません。よし、なんとか最後は女子キャラ、それか煉獄さん出ていただいて綺麗に終わりたいです。行きましょう。せーのー、ドン。あー、すごい、すごくない？サンギュー、思いが強すぎ、すごい結果になりました。すごい。ちょっと私今回の動画で思ったんですけれども、思いは通じるんですね。素晴らしい。というわけでこの度のランダムチャレンジ、このような結果になりました。すごい、すごいですね。はい、というわけでですね、この度は、何？間に合わんかったか。何？間に合わんかったか。ちょっと、ちょっと入っていいよ。お、はい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 。この開封するって知っとったから。そう、昨日お父さん、さっきまで飲んでたのよっていうぐらい、朝まで飲んでたよね。日付変わって2時ぐらいまで。ちっちゃくお父さんです。いやまあお祭りのちょっと準備行ったりなんやかんや、そうそうね、今になっても。どんな感じ？え、これ昨日さ、ほら、すごい、すごい真っ青やん。そう、貝の時にいただいた、ゆうさんからいただいたアクリルスタンド開封してて、このような結果になりました。さすがぎゅうさん多めよね。そういう意味ではすごいな。すごいよね、確かに。いや、やっぱ これぐらい推しを出したいよね。素晴らしい、引きがいいもんね、ゆうさん。推しな、義勇さん推しやな。そう、義勇さん推し。そう考えたらほんますごい、すごい、素晴らしい。間に合わんかった、なぎっておりました。うん、まあ結果見れてよかった。ありがとうございます。ねえ、そうそう、昨日その飲みの席でお父さんって言いにくいって言われてて、ゆうさんは僕より年が上なんですけど、あなたは私のお父さんではないって言われたんですよ。で、僕こういう名詞ないんですよね。お父さんですってずっとやってきたんですけど、結構な方にお父さんってなんかちょっと言いにくいんですよって、お父さんじゃないしって言われることがあって、でこの度勝手に、まあ、妻にもチャミにも僕、トシ君って呼ばれてるんです。で、まあ、それがあだ名みたいな感じで浸透してて、店のスタッフにもトシさん、トシ君って呼ばれてるので、ゲーミングお父さん都市になりました。本日をもちまして私は都市なので、はいはい、よかったらそのお父さんって呼んでくださってた方、あとパパさんとか呼んでくださってた方々が都市くんとか呼んでいただけたらありがたいです。はい、はい、
ネット上だったらね、うん、結構お父さんとかパパさんありがとうとか、うん、パパさん面白かったよっていう感じだけど、うんうん、実際にリアルにそうなんですよ、ね、で対峙した時にお父さんって言いにくいんですよで、ね、なんかお父さんいらみんなお父さんいますし、ねうん、そうなんですよね。それに気づいてこの度私は都市になりましたのでどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そういえばがっくりがとがっくりがくとさんとかにもね、がっくりがくとはかまへんし言いやすい名前がっくりがっくりがくとさんにも、ま、言われてますね。そうそう、あれがきっかけかな。そもそも今思えばお父さんのままでもいいですし、都市さんって呼んでいただいても嬉しいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこの度の動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひグッドボタン押してやってください。また見たいなと思われた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでこの度も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分をとしさんです。はい、としさんです